空手ファンなら知りたい言葉がある。ムチミ、ガマク、チンクチ、アテファ、一体どんな意味があるのだろう。はい、ムチミとかいろいろ言われますけども、はい、意味が分かっているとか果たしてどのぐらいか、はい、でムチミはですね、じゃあすぐ入って教えてできるもんです。昔から肩一つ10年と言われています。同じことを繰り返し繰り返しやることによって、この図からこれが体になんていうかな、発生して生まれてくるんですね。あ、ムチミってことは沖縄ではあんまり使わないですよね。はい、午後と10の間ぐらいやってました。はい、違いし、午後と10の間っていう、はい、嫌です。